新経済サミット2014の会場からおお届けしておりますこちら2日目の後半なんですけれどもたった今セッションシリコンバレーの日本人なぜシリコンバレーへ行く日本人が増えているのかシリコンバレーで活躍する日本人が語る今日からアントレプレニュアルなアクションにつながるポイントというセッションに登壇されたばかりのこちらの4名様にお越しいただいております。こちらからかエーーノート日本法人会長であります岡村ひとしさん そしてトレジャーデータインク CEO 兼共同創業者の吉川博信さんウィル株式会社共同創業者兼 CEO 杉江聡さんソースネキスト株式会社代表取締役社長松田紀幸さんにお越しいただいておりますよろししくお願い,いたします。 え、今セッションが終わったばかりなんですけれども、えっとまずはですね。こちら新経済サミット2014というのは、あの新経済サミットの中でも2回目の開催となっているんですが、全体的なま雰囲気とかいらしていただいた感想会場からなんか感じたことなどがあればと思いますえ。ではこちらからお伺いできればと思います。今回、あのご登壇いただいてはい、岡村さん、いかがでしたでしょうか？私は去年も来てですねえ。2回目なんですけども。 いやあのー、去年以上にもう盛り上がりがあって、まあ、もう1つはあれですね、あのー 去年は割と IT に特化した感じだったんですけども今年はもうそれもあるんだけどもエネルギーとか教育とかこう幅が広がってなんかもっとまあ IT っていうのはもともと IT が目的じゃなくて IT を使っていろんなところが変わっていく進んでいくっていうことなのでよりその新経済連盟が目指していることが具現化していくようなイベントになってきたかなということでなんか来てすごい力を頂い,いた感じですね。 はい、ありがとうございます。そうですね、昨年では一日。で、主にまあ、I. T. 系周りのことが多かったんですけれども、今回は二日間にわたって。まあ、世界中からもいろいろな方にいらしていただいて、話も多岐にわたっているという内容になっております。えー、ではですね、吉川さんの方はいかがでしょうか。えっと、僕今年初めてなんですけど、贅沢してね、このイベント。<laughs> そうですね。あの、僕らベイエリア、ね、四人ともベイエリア、あの、シリコンバレーリに住んでますけど。 なかなかここまでのイベントないですよね、たぶ <laughs> ほとんど、で、そういう意味では非常に、あの。運が良かったというかですね、参加できただけで、非常にありがたいと思ってます。で、皆さんとね、非常に近しく話させていただいて。あの、非常にインスパイリングでした。はい、はい、ありがとうございます。え、では、杉江さんはいかがでしたでしょうか。か完全に被ってるんですけど。<laughs> まあ、あの、ご、まあ、豪華ですね、すごい。はい、やっぱ、本当、世界的にね、有名な、あの、ビッグマンたちが。すごいたくさんいて、まあ、そういった方たちと、まあ、本当に。 ね喋る機会もあって、まあうちさん乗ってもらったりとかすることができるし、まあそういった人たちのあの考えていることっていうのも、まあすごい聞けるっていうのはまあ豪華ですよね。はい。飯がうまくて喜んでましたね。飯がうまくて喜んで。飯だね、本当美味しかったんですよ。シリコンバレ言わないくださいそれの。シリコンバレのイベントじゃありえないですね。確かに確かに。東京かアメリカってあ東京かシリコンバレーか。本当。あんまり言わないですけど。やでも本当美味しかった飯。俺に詰めて持って帰る給料とか。はい。びっくりしたのがあそこに。 寿司ってなんかカリフォルニアロールが置いてあるっていうなんかよく分かんないこともあってご <laughs> ご飯すすしかったですね、はい、す実際に乗っていただいた方はどんな感想があったんでしょうか 面白いねっていう <laughs> 面白いねと <laughs> 普通の感想なんですけども <laughs> <laughs> まあでも本当ねいろいろ乗っていた機会あって <laughs>、はい、いやでも乗るとみんな感動しますよねいや本当そうですね先週ねエヴァン・ートにも来てもらってなんかうちのエンジニアとかも乗ったんですけどでうちの CEO なんか乗っちゃって外にまで行ってで30分ぐらい乗り回しててこれは楽しいとかっ買ってくださいって言ったんですけどねはいありがとうございますでは松田さん今回いかがでしたでしょうか はいあのものすごい、まあ、最初にラリー・エリーソンさんがあのスピーチでちょっともう, <laughs> もう釘付けになりましたね、はい、あれはもう本当に一,一言もなさないように聞こうと、うん、あんな、まあ、パワーポイントも何も使ってないわけですけれども、はい、あんなプレゼンができるんだという、あそこから本当に衝撃が <laughs> ありました、はい、本当に素晴らしくて。 最高でししたたあ、はい、ありりががととううごござざいいまます,でです、ね、こちらのセッションの方なんですけれどもパネルの形式で、まあ、シリコンバレーの日本人ということで皆さんにお集まりいただいたんですけれどもこちらユーストリームご覧になっている方の中にはもしかしたらあの。 この方はどういう経緯でシリコンバレーに行っているのかなということを思われている方もいらっしゃるかもしれませんので簡単で結構ですのでご自身がされていることとどういういきさつでシリコンバレーに今もこう行っていらっしゃるかということをちょっとお伺いできればと思いますではすすみまませんんこちらら松田さんからお願いし当事者はあの世界一エキサイティングな企業になるという目標がありましてただあのその前にマーケットはずっと日本だけに限ってやってたんですけれどももうあの世界に出るにはシリコンバレーしかないということで。 えー、最初、短期出張を繰り返してたんですけどこれ、もう住まないとダメだというふうに決断して、えー、1年8ヶ月前に動きました、はいはい。ありがとうございます、実際に行ってみていかれて、いかがですか、その短期出張では行かれていたけれども、住んでみると、こう、もう住んでみて全然違いますね。もう住まないと多分あのいいや 100分は意見に近いとありますけど多分住むと100倍以上わかると思いますね。うん、それぐらいえ特にあのお客様の立場からものを見ることが全然なかったのですけどもど日本だと見る機会がないんですが、うん、あそうかもう本当にシリコンバレーっていろんな多種多様な人がいるから、うん、絶対そこでうまくいったら当然世界に売れるんだ<ー>要するにもうそれテストできちゃってるんですよね。 グローバルに売れる手段が見つかったなというふうに思ってましてうん、うん、あとはどうやって実行を移すかなというふうに思ってます はいはい、そこに住むだけでもこうテストになるというかここで開発できたものであればという自信が自信のもとになるのではないかということだったと思いますけれどもでは杉江さんはいかがですか、はい、そうですね私たちはすべての人の移動を楽しくスマートにするというようなのをミッションにして次世代パーソナルモビリティを作っておりますであのこれをな初めてなんでこうシリコンバレーに行ったかという話なんですけどあのもうユーザー数があの日本の15倍あったんですね、うん、じゃマーケットの大きさがまず全 全然うそうですね、あのコンタクトスもすごい多くあって、まあ、いずれはまあどこでやってもアメリカに行くだろうと、いつかは。 だったらまあ最初から言った方がいいねということで、あの始めたっていうのがあれですね。はい。はい、はい。で実際に行かれてみていかがですか。まあユーザー数が多いということを元に行かれたと思うんですけれども、反応なんかもやはり日本市場とは違うような感じですかリアクション。そうですね。大きくあの二ついいことがあるんですけど、一つはやっぱりその新しいもの好きなアリア,アダプターがまあ圧倒的に多いですよね、うんで。特にこういったあの電動車椅子とかあのコンサブティブなメディカルデバイスのあの業界。 ではやっぱ、ね、コンサートの人が多いんですけどやっぱ向こうでは、ね、あのすごい新しいもの好きなあの金持ちの人もいらっしゃいますしでまた、ね、やっぱあっち行ってそのすごい新しいもの好きな人が多いので、はい、ユーザーテストもすごいあのウェルカムにオープンにやることができるんですね。これっていうのがやっぱりそのユーザーの先ほど申し上げていた,だいたようにあのユーザーのニーズお客さんの声をどんどん反映してプロダクトをインプルーブしていくということにつながるということでユーザーのマインドもなんかそういった。 オープンであるというのも、うん、あのすごい。あの。分かった。特徴ですね。はい、はい、ありがとうございます。では、続きまして、吉川さんはいかがでしょうか？えっと。 え私がえやってる会社はトレジャーデータっていう会社でえまあもしくはあのかなり多くの方は多分なじみのない領域だと思うんですがえと最近まああの日経でも何でも,もうビッグデータビッグデータと、はい、で要はあの新しく生み出されるデータを巨大なデータをえー格納して解析して新しいバリューをえー生み出しましょうと。ただえビッグデータ まあ、スローガンはいいんですけど実際、解析始めるまですごい大変なんですよね、えー、半年1年かかって、えー、かつ数億円の投資をしてようやく基盤が出来上がるとで、トレジャーデータはそのフリクション、その、えーまあ、バリアをです、ね、限りなくゼロに下げますよというのをクラウドサービスで提供している会社です、もうデータを収集してくるところから格納し、解析するところまではすべてトレジャーデータに任せてくださいと。 で実際にお客さんはビジネスバリューの発見にフォーカスしてくださいというのが我々の、まあ、バリューというかですねプロダクトそのものをですね。で、まあ、会社私とあとの日本人2人私の仲間と一緒に始めたんですけれどもまあ,あの、えー、クラウドの企業だけじゃなくてですねやっぱり歴史的に見て企業向けのソフトウェアでーマーケットを取ってる会社って基本的にほとんどアメリカの会社なんですよね。でまあ、いろんんんな理由があるんだと思うんですけれども でかつ日本でやっぱりその企業向けのソフトウェアをやろうと思うとですねなかなかスケールしないと、まあ、いろんな事情があるんですけど例えばお客さん向けにカスタマイズしなきゃいけないとかですねで僕らはやっぱりプロダクトカンパニーを作りたかったので、まあ、ある種自然な帰着としてやっぱりアメリカでやろうねっていうふうになったということですね。 はい、ありがとうございます。一旦そのデータであるとかそういったクラウドと聞くとどこでも実は創業できてしまうのではないかなというようなことを思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にこう企業向けのそういったソフトウェアであれば文化がそこにあるということでシリコンバレーに行かれたんだと思います。そして実際にシリコンバレーでそのま創業されてということですけれども、日本とは何か違うところとかはお感じになったことありますか？あの先ちょっとセッションでも言ったんですけど、えっとその企業のステージに によって必要となる人材がやっぱかなり違うと思っていてえ1億円から10億円にする人と100億円を1000億円にする人でやっぱり必要となるスペックが違うと思うんですよねどっちが上と下ということではなくてでえっとそういうその人材の流動性プラスその流度についても非常に細かくてそ,そういう人材プールにアクセスできるというのがシリコンバレーのいいところだというふうに思ってます。ははははいいいありががととううございますすででで岡村さんはいかかしょうかえっと私はえずっとですね 日本にいてですね、えー、最初の会社も2つ目の会社も日本だったんですけども、まあ、15年ぐらい前に、えー、アップルで働いた時の同僚に誘われてシリコンバレーで会社やんないっていうことでふらっと行って、まあ、そのまま居ついてしまった。<laughs> 青空に見せられて帰れなくなったタイプ、まあ、そういう人多いんですけども <laughs> そのうちの一人ではいでそれで自分の会社をいくつかやった後に今はあのエヴァーノートっていう、えー、第二の皆さんの脳になるということをスローガンにですね、えー、まあメモしたり自分で文章を書いたりそれで過去にやったことを思い出させてくれる、うん、えクラウドのサービスをやってます。 であのエバーノートは日本好きな会社としても知られていてまたのシリコンバリーにある中では、えー、日本人が非常に多い、えー、中枢部に日本人がたくさんいるベンチャーとしても知られていて。まああの 幹部も大変日本好きでよく日本に来るんですけども、えー、実はその初めて記者会見も日本だったとか初めてのまとまった投資も日本からとか、えー、いうことでですねその日本に足を向けて寝れないというメンタリティの人が多くて、はい、で,ですからまあ逆に日本,へ日本にただも持ってくるだけじゃなくて日本への恩返しみたいなのもあってですね実はあの、えー津波が 東北を襲った時もですねその日のうちに最初に支援を決めた最初のアメリカ企業だったり、はい、いうこともあってですね、まあ、日本から学ぶあのいいことを学んでお返しをするということをいつもエグゼクティブが言ってくれる非常に、うん、日本人としては一緒に働くのに非常に嬉しいい会社ですねはい、なるほど、はい、空が好きで居ついてしまってそして居ついた先にはでも日本好きの企業文化があるみたいな。 今コ, <laughs> コンビニで売ってるんですけどすこの「漫画娯楽」という漫画雑誌にで任侠、ねはいえー、堂の漫画があってですね、はい、それを見,それに見ていたらですねその、えー、若頭補佐の人が、えー、資料はエバーノートに保存してありますという,こうシーンがあって <laughs> ここまで来たかと思ってしししてまます、ねえー、感動しましたけどもさっきずっと言っていてそれがなんか <laughs> 発表できなくて多分、今必死で持ってきたので <laughs> よかったですね。 いやカジュアちょっと真面目な今日セッションだったんで。<laughs> えー はい、でエヴァーノート、こういったところにもどんどん浸透してきていて、皆さんで使っている方も多いかと思うんですけれども、はい、今後ともあの展開を楽しみにしております、ちょっとすみません、時間の関係もあるので、最後に一言ということになってしまうんですけれども、特にあのこちら見てる方の中に、シリコンバレー行ってみたいな、あるいは起業するんだとしたら、日本かな、でもアメリカに行ってみたいかな、みたいなことを、ちょっとしゅされている方もいらっしゃるかもしれません。そういいっったたシリコンバレー行ってみたいなと 思う方々に対して特にメッセージがあればお一言ずつお願いできればと思います。ではすみません増田さんからお願いします。もう行ってみたいなと思う人はぜひ行ってくださいって感じですけど、<laughs> <laughs> はい <laughs>、はい、もう行かないとわからないですよね。はいでもまあ最初は短期出張でもいいんじゃないでしょうか。でどんどんでまあ住むということをでまあ最初家探しから始めて住んでしまうともう転って行ってしまうと思いますけれども。もう離れられない土地ですか、はい。 と思います。はい、ありががとうございいまます。すさんはかか。でああの本当シリコンバレーに限らずどっか行ったらいいんじゃないかとどっか行ったらいいんじゃないかということかなと思うんでシリコンバレー行きたい人はシリコンバレー行って中国行きたい人は中国行ってヨーロッパ行きたい人はヨーロッパ行ってアメリカ行きたい人はアフリカ行くとみんなどっか行くとあの行きたい人はどっか行くと行きたくない人は残ればいいっていうもうすごいシンプルだと思いますそうですねシンプルに行きたければ行ってみたらいいということですねでは吉川さんいかがでしょうかはいえっと。 シリコンバレーに来ることと起業することは全然違う話なので,そ,で、ね、そもそもですねでシリコンバレーに来たい人はぜひ来てくださいあの本当に心からお待ちしてますあの、はい、みんなですねでもっと大きな日本人のコミュニティを作ってそれが一つ僕らの力になると思うんですよね、うん、で岡村さんなんてすごい時間使われてますけどその若い日本人の方をサポートするでみんなそれまあね自分の仕事もありますけどぜひやりたいと思ってますしそれが例えば中国人のコミュニティインド人のコミュニティ 日本人のコミュニティもっと大きくていいと思うんですよ、はい。というふうに思ってますで、えっと、本当に企業じゃなくてもいいと思うんですよ Google に入る、フェイスブックに入る、アップルに入るで、みんな待ってるんで、日本人のかなりクオリティの高いエンジニアをですね、ぜひ来てください、待ってます、はい、シリコンバレーというと、どうしても企業というあのワードで結びつきやすいんですけれども、企業に限らず行ってみ、行ってみたかったら行ってみればいい、企業で働きたかったら働けばいいそういうことですね。で、はい、では岡村さんいかかがでしょうか あのちょっと反語的なんですけど僕日本の人すごいエネルギーたくさんあると思うんですよね、はい、あのストレスとあの通勤をやってで周りにこんだけ気を使ってで人に足引っ張ったり文句上司の愚痴言ったりそんなことを使うエネルギーがあったらとっととそんなことをしなくていいところに行ってそれを自分のために自分のやりたいことのために世界のために使った方がいいと思うんですよそれを割とやりやすい,やりやすいところ行きやすいところそして結構先輩がいるところがシリコンバレリーなんで行きたいと思ったら本当に松田さんがおっしゃったようにとりあえず来てください、はい。 はい、いありがとうございます。こちら、新経済サミット2014の会場からセッションを終えられました、4名様にお越しいただきました、貴重なお話をどうもありがとうございました。